野田浩二氏、非常に面白いチームになってきている。日本ハム4、3阪神、10日、エスコンフィールド。パ・リーグを新庄ハムが,がさらに面白くする。日本ハムは10日、本拠地エスコンフィールド北海道での阪神戦に4対3で勝利。セ・リーグ首位相手に連勝して、カード勝ち越しを決めた。まだ借金5でパ・リーグ4位だが。 野球評論家の野田浩二氏は、今年の日本ハムは、ひょっとしたら、ひょっとする要素を持ったチーム、と高評価、ここからの巻き返しも十分ありえるとの見方だ。初回にマルティネスの適時二塁打で先制、2回には伏見、3回にはマルティネスにソロアーチが飛び出し、加点した。先発、伊藤が4回に同点とされたものの、 8回に江越の二塁打を足がかりに、売り出し中の加藤豪が中前的地打を放ち、勝ち越し。9回は守護神、田中忠が打者3人でピシャリと封じてゲームセットだ。守備も光った、5回西二塁で阪神、中野の右前打を処理した右翼の真波が強烈なレーザービーム送球で勝ち越しを阻止。ゲームの流れを渡さず。 今期無敗を誇っていた阪神の先発、大竹に黒星をつけた。岡田・阪神に対して、まさに総合力で勝利をつかんだが、野田氏も日本ハムにはチームとしての成長を感じているという。負けるにしても接戦が多いし、非常に面白いチームになってきている。先発の伊藤、加藤隆志、上沢はパを代表する先発ピッチャーだし。 さらに、リーグトップ対6勝の鈴木もいる。北山も良くなっている。抑えにも田中忠がはまった。いいボールを投げている。まっすぐの角度がいい。打線も加藤郷が加わったのは大きい。これから、故障から清宮も戻ってくるだろうし、もう春先の日本ハムとは違いますよ。新庄監督が選手にうまくやる気を起こさせている。 何より新庄監督の野球が9に浸透してきたと見ている、のびのび楽しくやらせている。今日も、8回蒸し始め。二塁の、加藤のところで送りバントするかと思ったらしなかったり、結構いろんな作戦をとる。ちょっと思い切ったこともするけど、選手たちも2年目なので。だいぶ分かってきている。去年はえって思っただろうけどね。 トトライアウトと、か言っって選手も大変だったと思うあの感じで勝てというのは難しかったでしょうけど、去年やっていたことが今年に結びついている気はしますよね。マウンドで笑顔で投げるようになった田中正をはじめ、新庄監督が選手のメンタル面を考慮した上で能力を発揮させていることにも二重丸をつける。 野田氏は、阪神から移籍の江越もそうだし、全中日のマルティネスもそう。選手にうまくやる気を起こさせているし、自信をつけさせている、と感心しきり。だからこそ、まだまだ日本ハムは巻き返し可能と見ているのだ。そういうチームカラーでやっているから、勢いがついたら大型連勝しそうな感じもある。いい野球をしてますしね。 まず勝率を5割にしてからですけど、そうなると上位3チーム、ロッテ、オリックス、ソフトバンク、にも絡んでいけるのでは。2>, 2連覇のオリックスにもまだ勝ち越してますからね、と野田氏は言う。もはや話題先行のチームではない。新庄日本ハムの今後に注目だ。私がまとめたネチズンのコメントは次のとおりです。 新庄監督が非常に素晴らしい監督であるというのは昨年の時点で分かっていたことだと思う。暴力事件や人種差別問題で終わっている環境をここまで改善するために多くの批判を浴びながら指揮していたからね。あくまでも選手のために信念を曲げずにやり尽くした1年だったし、我慢することは多かったと思う。そこには尋常ではないストレスがあったでしょう。 ここまでできる人は新庄監督しかいないんだろうなって不満を抱いて移籍していった選手やもしかすると首脳陣もいたかもしれないけど、緩み切った異常な環境を改善するには新庄強しのような日米でも経験豊富で素晴らしい人物を監督にする必要があったのは紛れもない事実。選手層、環境もボロボロの中で選手の才能を見抜き、 引き出しながら勝てるチームにしていくその卓越した手腕は驚愕の一言。これほどの監督は初めて見たよ。日本ハムの監督を任せられるのは新庄剛志に他ならない。素晴らしいとしか言いようがない。伏見がインタビューでおとといのタイムリーの後、好調の要因を聞かれて、北山の名前挙げてました。交流戦でタイムリー打った時 どういう街だったのと聞いたら、いや。打席に立てるのが楽しすぎて何も考えてなかったです。と聞いて伏見は衝撃だったみたいです。最近チャンスで打てなかったり悩みが多かったけど、北山の言葉聞いて、野球って本来はそうなんだよなと、改めてファイターズに来た時のウブを思い出したようです。これ聞いて感じたのが、 去年こそ新庄さんが主導でチームの雰囲気を作って考えを教えていただけど今やそれを受けて選手たちが自分たちで考えてファンに見せたい自分たちの野球をやろうとしているんだなといい、e、組織っていうのは上や下が独立して片方だけが盛り上がるものだったり新卒や中途で壁があったりやる気に差があるものじゃないんですよね。 ノムさんで言うなら新庄さんは人を残せる指導者だと思う巨人ファンだがパノシ球団と試合して打線の怖さを一番感じたのは日ハムでした。西武や楽天とはまだ試合していませんが悪いが西武はおかわりと山川がいない打線は怖くないし楽天もベテランが多くて「投内や鈴木大地がスタメンに出ないようでは怖さを感じないね」 浅村も西武時代のような壊さないし、やはり若手が一番多い日ハムが投打ともに勢いがあって、これから強くなっていくのだろうなと予感させられますね。もはや話題選考でない。新庄さんは昔から話題と実力療法を兼ね備えた選手でした、監督になっても一切曲げない。 人の言うことは聞いて参考にするが自分の信念は決して曲げないぶれない周りから何を言われようがそんな野球人生を送ってきた人だからファンも最初は戸惑うがいずれついてくるのは分かっていた新庄のやってることがめちゃくちゃ奈良大家のやってることもめちゃくちゃ。 人と同じことをやってる人間に魅力がないとは言いませんが常に新しいことにチャレンジする人はさらに魅力的だと思いますね。ぜひとも頑張ってほしい。いろいろ意見はあるでしょうが私は新庄監督のやり方が好き。栗山政権後、それぞれのポジションのレギュラーが埋まっていない位置から始めたようなチーム作りは誰がやっても勝てない時期があって当然。 自身の野球観を選手たちに伝えるのは簡単ではない批判に耐え巻いた種が芽が出るまでもう少し時間が必要でしょうが芽吹くのが楽しみです似たことが来年からの巨人に当てはまると思うが日ハムよりは戦力が揃っているので新庄監督よりは苦しまないでしょうが次の監督は大変でしょうね やっている選手が楽しそうじゃないと見ているこっちも楽しくない。オールドファンの中には「ヘラヘラするな」とか「真面目にやれ」とかいう人たちもいると思うけど「永遠の野球小僧大谷選手みたいな選手たちばかりのチームを私は応援したい」。